おはようございます。 CRS 横浜店大和です。おはようございます。今日は何を紹介してくれるんですか？はい、今日はですね、前回に引き続き、はい、キャラバン、こちらの、今回内装の方を紹介していきたいと思います。では、前回の外装同様、はい、なんかチラチラ映ってたんで気になってる方も多いんじゃないですかね。はい、はい、では早速内装の方行ってみましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では内装の方移動してまいりましたので紹介させていただきたいと思います。はい、お願いします。はい、まずはですね、まあ、目につくところから、はい、ステアリング、なんかすごい角度になってますね、これ。そう、ラフィックスの GTC ってやつで、はい、まあ、これ僕も自分の車で使ってるんですけど、はい、まあ、こう乗ってて、まあ、乗り降りするとき、はい、まあ、こう降りますっていうときに、はい、まあ、これまあブリッドのユーロスターってやつ変わってるんですけど、はい、降りるときにこうちょっと足当たっちゃうんですよ。そうですよね。そう、ちょっとそれ不快感だなっていうのがあるんで、はい、まあ、これ入れてあげると、はい、このレバーで、はい、ワンタッチで上げれるんですよ。結構レーシーな感じ。GT マシンとかについてるから。そうそうそう。なので、かっこいいですよね。結構ね、まあ、スポーティーな感じにもなるし、はい、まあ、乗るよりすごいしやすいし、これめちゃくちゃおすすめなんで、ちょっとデモカーにつけてみました。はい、キャラバンにあんまりつけてる人いないんじゃないですかね。そうですよね。あんまり見ないですよね。うん。あんまりつけてる人いないと思うんで、こういうの面白いと思います。はい。続きまして。はい。次、じゃあ、そうですね。ナビ周り。はい。いっちゃいましょうか。こちらの方ですね。はい。まずはそうですね。まずここら辺シフトブーツ関係とかなんですけど、これボディラインさんのやつですね。こんな感じで、はい、ありがとうございます。ちょっとおしゃれな感じで、はい、まあ、これこれ実はカバーなんですけど、はい、これ自分で縫い付けるんですよ。この赤い部分は最初からされてるんですけど、はいはいはい、真ん中のところちょっと見にくいんですけど、ステッチみたいなの入ってるんですけど、ここですかね。そうそうそう、はい、ここは実は自分で縫うんですよ。そうなんですね、うん、でもこれなんか赤ステッチでおしゃれで、そう、結構これはね、おしゃれでいい感じ。はい、そうで、次はじゃあナビ、はい、はい、ナビはですね、これダイヤトーンの MZ300 プレミってやつ。音がいいやつ、ね、めちゃくちゃ音いいやつで、しかも8インチ。はい、大きい。そうで、はい、これしかも実はこれまあハイエース同様、キャラバンも8インチのナビパネルキットっていうのがついてるんですよ。はい、なので、まあ、そのナビパネル周りの煩わしい加工とか、はい、そういうのも一切いらないんで、はい、で結構こうスマートにつけれます。そうですよね、なんか純正みたいっていうか、最初から入ってたみたいに、綺麗に入ってますよね。そうですよね、はい、まあ結構仕上がりもバッチリ。はい、で、あとはまあ、ハイエース、キャラバン、まあ、両方とも共通してなんですけど、はい、どうしてもまあ、日の光とかでナビ見にくいとかってあるんで、はいはいはい、まあ、そういうのもあるので、これ、まあ、同じくボディラインさんのナビバイザーつけてま す, です、ね、結構大型ですし、はい、でここにまあ、ちょっと大きさの制限とかあるかもなんですけど、はい、スマホとかも引っ掛けられますし、はい、あとここもトレーに結構でっかいトレー、小物入れみたいになってますね。小物入れになってるんで、はい、まあ、ここになんかちょろっと置くこともできます。はい、あとはね、こちらが見やすいかな、こちらですかね、うん、これ同じくダイヤトーンの、はい、スピーカー。はい。はい。これ、まあ、結構金額としては、もうまあ、ちょっと8万ぐらいしちゃう高いやつなんですけど、はいはい、音めちゃくちゃいいんですよ。すげえクリアで。これマジでおすすめですね。ここにあるのは、逆に言われるツイーターっていうやつですかね。はい、これはツイーターっていうもので、はい、で、これちょっと見えないんですけど、はい、ドアの中にも、もちろん、ここにも入ってる。あ、ちょっとダイヤトーンって書いてますね。そうですね、はい、ちょっとせっかくスピーカー変えてるんで、そう、ちょっとエンブレム貼ってみました。ちょっとスピーカー自体は見えないって感じですけど、ね、そうです、ね、で、あとはまあこれ今ちょっとちょっと再販予定まだ未定なんですけど、はい、ビレット、これデモカーで、はい、まあ装着してます。フロントカップホルダーと、はい、フロントカップホルダーと、あとこちら、これコンソールトレー、はい、これもそうですね、まあ、ちょっとまだ再販時期とか未定なんですけど、はい、まあ、こちらも今後いろいろ展開していけたらなと。そうですね、キャラバンもつけるとかっこいいですよね。そうですね、結構ね、はい、でこれしかもキャラバンのこう引っ掛けるタイプなんで、はい、ああそうですね、じゃあなんかもし、まあ、あんまりないかもしれないですけど、邪魔になったらすぐ取り外せるみたいな。もちろん取れます。はい、これ結構、まあ、使いやすさもいいですし、はい、まあ、何よりやっぱまあ、ビレットなんで見た目バッチリですよね。そうですね、見た目がかっこいいですよね。めちゃめちゃかっこいいと思います、はい、じゃあ次は、はい、まあ、ちょっと触れたんですけど、シートですかね。はい、
シートはこれ助手席の方は、はい、まあ、運転席も同じものを使ってるんですけど、ブリットのユーロスター2、はい、でこちら使ってます。で、キャラバンの場合、こっちの助手席の方、これはあのちょっとシートレールこれがないので、はい、この車はあの展示車なので、ちょっと特別にワンオフで作ってもらいました。はい、なので、通常一般走行とかできないので、ちょっとあくまでも競技用っていうような形になってますけど、はい、まあ、見た目はすごいかっこいいと思うんで。そうですね、はい、はい、あと運転席も同様ですね、同じシート使っていて、ブリッドが、はいはい、ユーロスター2が入ってるっていう感じですね、はい、で、はい、こっちはまあブリッドさん あのシートがあるので、ちょっと取り付けそのものはできるんですけど、はい、ただやっぱりこの A ピラーの部分、こっちちょっと映してもらって、はいはいはい、ここやっぱ結構パツパツなんですよ。なので入れられるんですけど、ちょっとリクライニングの時に B ピラーのところに干渉してしまう可能性が非常に高い。なるほどですね、はい、なのでここだけ注意が必要ですね。はい、はい、運転席周りはもうざっくりこんな感じで、あとはそうですね、まあ、こちらの、まあ、これなんかも結構あると便利なやつね。ですね、席の方も、はい、これARJ さんのアームレスト、はい、これも、まあ、同じく赤のステッチ入ってて、はい、刺繍もちょっと入ってるのでちょっとスポーティーな感じ、かっこいいですね。そうで、これ意外とこう運転するときに肘を置けちゃ う, っていう。そう、ここで結構肘を置くのにちょうどいいんですよ。これちょっとでも低いってやっぱり僕身長171-172cmぐらいなんですけど、はい、そう結構僕の身長ぐらいでこの感じだと運転まあまあしやすいんで、これもなかなかおすすめです。長距離とか楽ですよね、ちょっと置けるだけでも多分。そうですね、特に長距離移動の時はもうだいぶ楽になるかなと思います。はい、はい、ではちょっと次セカンドシートの方行ってみましょう。はい、はい、そしたらセカンドシートの方紹介させていただきたいと思います。はい、セカンドシートはこれ至って純正というか、シート自体はシートはもうノーマルです、はい、プレミアム GX の純正のシートついております。ただシートベルトの色がなんかちょっとね、はい、かっこいい色をしてますこれは、まあ、基本的に内装を、まあ、赤黒でちょっとまとめたかったんで、はいはいはい、シートベルトはこれニューイングさんで巻き替えの方をしてます、はい、なのでこれ、まあ、1本2本と、まあ、運転席助手席も変わってて、そうですね、はい、実はここら辺も、まあ、そんなに使うかわかんないんですけど、これで結構レーシーな感じになりますよね。かっこいいですよね、うん、であとはこっちの下、下、はい、はい、これ SX のフロアマット、これもちろんキャラバン用も作れて、色もハイエース用と同じくめちゃくちゃいっぱい選べるので、はい、まあ、ここら辺車の仕様に合わせてもう選びいただけると思います。はい、あとこちら、こちらこれ ARJ さんのエンジンルームカバー、はい、これは 3D のゴム系ラバーのものになっているので、はい、なので、まあ、こちらの水拭きとかもできますし、はいはい、あとは、まあ質感もそうですね、結構まあ武骨な感じになって、まあ、レザーとはまたちょっと違った感じで、はいはいはい、これもこれで結構かっこいいのかなっていうふうに。そうですね、はい、いいですね、思います。はい、なんか全体的にやっぱりさっきほど言った通り赤黒でまとまってる感じですね、うん、そうですね、はい、基本的には赤黒でまとまってます。はい、では後ろの方、はい、じゃあ後ろの方ですね、紹介させていきます。はい、はい、ではそしたら後ろの方移動してきました。はい、はい、ではこちらですね、後ろはこの車外装はレトロスポーツ、はい、で内装はトランポ、基本的にはオートバイを積むイメージで作ってみました、はいはいはい、で荷室の方ですね、こちらベッドキットはオフショーさんのワンフリップベッド、はい、じゃあもうこんな感じで、はい、でベッドもこれ意外と薄いのかなと思いきや、はい、まあ、意外とクッション性あるので、はいはい、これこのまま寝ちゃってもいいですし、はい、と上なんかまあ引いてあげてもいいのかなと思います。まあ、なんか物置としても全然使える感じですね。そうですね、はい、でこれワンフリップっていう名前の通りで、はい、これこう上がるんですよ、はいはいはい、なので例えばそうですね、この車トランポなのでオートバイを1台積むときはここに1台、はい、もう1台積みたいなっていう時はこう跳ね上げて、はい、で足しまってやってもう1台とか、うん、なのでこちら結構使い勝手は非常にいいのかなっていうものがあります、はい、あとはまあなんせ分解とかそういったものが一切ないので。そうですね、簡単に上げれちゃいますもんね。使わない時はもうパターンって上げて、うん、はいっていう感じですよね。はい、すごい使い勝手いいのかなと思います。はい、であとはこれうちの CRS の店舗でやってるんですけど、はい、フローリング、はい、
これ、まあ、全部床とかマット剥がしてやって、はい、で、クッションフロアで仕上げてます。もう、こんな感じ。で、継ぎ目とかもないんで、綺麗ですね。はい、で、継ぎ目がないんで、もう手入れがめちゃくちゃしやすいっていうのは、これすごくやっぱ嬉しいのかなっていうふうに思います。なんか汚れちゃったりしても普通に水拭きで綺麗にできるしみたいな感じですね。そうですね。もうこれガンガン水拭きしちゃって平気なので、はい、めちゃくちゃ使い勝手いいかなと思います。はい。次は、はい、なんかここにかっこいい。これも奥匠さんのやつなんですけど、はい、これ窓埋めパネルっていうものと、はい、あとケミカルトレイっていうもの、はい、これ組み合わせて使ってます。はい、でこちらはまあこれももちろん。最初の話の通りトランポなので、はいはい、まあ、こういうタイダウンとか、はいはいはい、あとはパーツクリーナーとか、はい、まあ、あとこれ、まあ、うちで今販売してるシアレスの除菌スプレーとか、はい、まあ、これも結構こういうの、まあ、車の中にボンと置いちゃうと、まあ、ちょっとガシャガシャ暴れたりとかあまり見た目良くないん で、ね、はい、こういうふうに、収納できると結構スマートな感じでいいのかなと思います。見た目がかっこいいですよね、こういうのって。そうですね、やっぱこういうのってガレージ感というか、そう、もう、はい、ガレージっぽさをやっぱ出さないと、せっかく使うんでね。そうですよね。そう、あんまり汚いとそうどうかなと思っちゃうんで、はいはい。で、あとはじゃあちょっとこっちの方移動してきてもらって、はい、よ、でもこちらはまあ、車自体の話になっちゃうんですけど、はい、ハイエースとキャラバンの大きい違いってセカンドシートにあると思うんですよ。はい、これってこうやってで、これを引っ張ってやると、はい、でこっちだけ畳めるんですよ。ああ、片側ずつっていうか、そう、はい、でこれの一番すごいのって、はい、まあ、こうワンフリップで一人寝れて、はい、こっち一人座ったりとか荷物を置けて、はい、なおかつこっちってここまで結構長いと、はい、まあまあ大きいサイズのバイクまで詰めちゃうんですよ。結構広いと思うんですけど、なるほどですね。人も乗れるし、物も積めるしっていう。はい、なので、まあ、これはもうキャラバンならではの、はい、いいところなのかなと思うので、そうですね、こちらかなり、まあ、押したいところではあります。はい。かなり大きいバイクも乗りますよね。こんだけ長さっていうか、はい、大きければ。まあ、それこそそうですね。まあ、スーパースポーツなんかは全然積めてしまいますし、はい、であとまあ。そうです、僕ちょっとこれには積んだことないんでわかんないんですけど、アメリカンとかも結構大きいと思うんですけど、はい、そういうのも全然積めちゃうのかなと思うので、はい、そう、こんな使い方できたらちょっとスマートでかっこいいのかなと思います。そうですね、はい、はい、まあ、以上が、まあ、荷室周り、はい、こちらの紹介になります。はいはい、はい、ではそしたらまたちょっと後ろの方戻ってきました。はい、で今回キャラバンの方を紹介させていただいて、内装の方、はい、いかがでしたでしょうか。結構なんか至れり尽くせり仕様というか、かつなんかちょっとガレージ感みたいなのがあって、はい、かっこいいですよね、内装。どうも、これはもう内装も、まあ、極力ちょっと外装の雰囲気を壊さないように、はい、部品選んだつもりではいるんですけど、はい、まあ、ちょっと実車の方もこれCRS 横浜店に今置いてる車になるので、はい、もうこれについてるパーツとか、はい、まあ、気になるところとかあれば、はい、もうどんどん問い合わせの方していただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。